一般人被害者により撮影された SCP-818-JP-1。アイテム番号 SCP-818-JP。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-818-JP の影響範囲内とその周囲300メートルは高さ4メートルの有刺鉄線付きのブロック塀によって隔離されています。塀の周囲は3名の警備員に偽装した、遠隔操作による殺傷が可能な首輪を装備した非武装の D クラス職員による巡回を行い、一般人の侵入を阻害を行ってください。巡回役の D クラス職員には小型の撮影機器を装備させ、その映像を少なくとも10分以上の遅延を発生させた複製を用いて財団職員による監視を行ってください。万が一巡回中に SCP-818-JP-1 の声や姿が確認された場合は速やかに SCP-818-JP 担当研究チームへ報告を行ってください。SCP-818-JP-1 に暴露した人間はすべて地下サイト、81の収容施設へと収容し、備えられた焼却装置を用いて収容処分してください。この業務には必ず D クラス職員を用いて行い、業務の指示を行う際は必ず3名以上の D クラス職員を介した伝達により行われます。被害者へ何らかのインタビューが必要な場合も同様に3名以上の D クラス職員を介していってください。説明 SCP-818-JP は佐賀県、山に存在する50平方メートルの空き地内で発生する異常現象です。SCP-818-JP の影響範囲内の中心には異常性のない高さ約1メートルほどの社が存在します。社の内部からはおよそ、この道の石片が発見されています。これらの石片に加工を行った形跡が見られることから、何らかの物品が経年劣化や外的要因により崩壊したものであると推測されています。しかし各石片の劣化が非常に激しく、かつ石片の一部が喪失していると見られ、本来の形を再現する試みは失敗しています。SCP-818-JP 内の環境は積雪がある場合を除き常に肉眼で土壌が観察できる状態で固定されています。SCP-818-JP は敷地内で人間、以下被害者と表記、が現代の日本国内で一般的に善行、礼儀正しいと言われる行為、以下出現条件と表記、を行うことで発生します。出現条件を満たした人間の周囲に SCP-818-JP-1、SCP-818-JP-A と SCP-818-JP-B の総称、が出現します。SCP-818-JP-1 は外見上およそ70代の老夫婦のように見える人型実体の総称です。それぞれ男性型が SCP-818-JP-A、女性型が SCP-818-JP-B と呼称されます。出現した SCP-818-JP-1 は被害者の行動に対して賛美の言葉を述べ始めます。賛美の言葉はひどく大げさなもので被害者の行動を全肯定する内容であり、偉い、といった言葉が多く使用されます。この言葉は文法上や単語の意味的に使用が適切でない場合も使用され、その点を指摘した場合も訂正を行わないことから、偉い、という言葉に何らかの執着があると推測されています。SCP-818-JP-B が比較的通常通りに会話を行うことができる一方、SCP-818-JP-A は被害者に対する賛辞の言葉と短い単語のみで会話を行います。ただし、SCP-818-JP-B の言動も非常に不安定なものであり、しばしば会話の食い違いが発生します。初回の遭遇では、ある程度被害者への賛美の言葉を述べた後 SCP-818-JP-1 はその場から消失します。一度 SCP-818-JP-1 と遭遇した被害者は SCP-818-JP の影響範囲外で条件を満たした場合も、SCP-818-JP-1 と遭遇し賛美の言葉を受けるようになります。この行為による被害者への影響は SCP-818-JP-1 との遭遇から数えた日数の経過により変化していきます。影響の進行速度は大きく個人差がありますが SCP-818-JP-1 との遭遇回数が多ければ多いほど、より早く影響が進行します。
確認されている限り影響が最終段階まで到達するために必要な期間は、最短4日から最長20日です。記憶処理を行うことにより、被害者を SCP-818-JP の影響から一時的に脱させることが可能ですが、SCP-818-JP-1 の出現頻度の増加は不可逆であるため、ごく短い時間で元の影響深度まで戻ります。SCP-818-JP の影響深度の目安は以下の通りです。影響初期、被害者は他者から褒められるという行為に強い達成感を覚えるようになり、積極的に SCP-818-JP-1 の出現条件を満たし始めます。また、しばしば被害者の性格がより明るく前向きなものへと変化することが確認されます。これは SCP-818-JP-1 の影響ではなく、行動を肯定されたことによる自信の向上が原因だと思われます。影響中期、SCP-818-JP-1 の出現条件が簡易なものへと変化し始めます。同時期に被害者は徐々に SCP-818-JP-1 以外の人間からかけられた感謝、賛美の言葉を自身に対する嫌味、皮肉と感じ取るようになり、結果として他者との衝突を引き起こします。この衝突はしばしば器物破損、暴行、殺人などの事件を引き起こす原因となります。影響後期、SCP-818-JP-1 の出現条件が、日本語が話せる、上手に歩ける、元気に生まれることができた、などの、出現条件の回避が不可能なものにまで低下します。そのため SCP-818-JP-1 の出現条件が常に達成され続け、SCP-818-JP-1 が被害者の周囲に存在し続けるようになります。被害者自身も SCP-818-JP-1 に深く依存し、SCP-818-JP-1 の言動のみに反応するようになります。この段階の被害者は食事や睡眠といった生命維持に必要な活動を行わずに生存することが可能です。すべての段階において出現する SCP-818-JP-1 は他の人犬にも観察可能ですが、通常被害者以外の人物に対して反応を示しません。ただし、SCP-818-JP-1 及び被害者の近く内で出現条件を満たすことで、SCP-818-JP の影響範囲内で出現条件を満たした場合と同様に SCP-818-JP-1 が出現します。この時の出現条件は被害者の影響時期に左右されるため、最終的には影響周期の被害者に接近するのみで出現条件が満たされてしまう状況になります。また、影響中期以降の被害者の殺害は SCP-818-JP-1 の出現条件に抵触するため、被害者の早期回収、早期処分が必要とされます。SCP-818-JP-1 に対する攻撃は SCP-818-JP-1 の一時的な撃退以上の成果が見込めず、なおかつ SCP-818-JP-1 の出現条件を満たす可能性が存在するため、SCP-818-JP-1 に対する攻撃は推奨されません。日付2000年8月20日、対象 D-81801、目的 SCP-818-JP-1 への暴露とその経過記録。D-81801 に対して SCP-818-JP 敷地内のゴミ拾いを行わせた。D-81801 見た感じゴミなんて落ちてなさそうだけどよ、これでいいのか。D-81801 がペットボトルの蓋を拾い上げる。研究員それを支給したゴミ袋の中に投入してください。D-81801 がペットボトルの蓋をゴミ袋の中へ投入した。その直後 D-81801 の背後に SCP-818-JP-1 が出現した。SCP-818-JP-1 偉いねえ。D-81801 を SCP-818-JP-A ゴミ、偉いねえ。拾って。D-81801 あんたら、いつの間にそこに SCP-818-JP-B 今時ゴミ拾いするなんて、若いのに本当に偉いねえ。D-81801 あれは。職員から D-81801 に自身の意思でゴミを拾ったとの発言をするよう指示がなされる。D-81801 いや、まあ、当然のことだからな。
SCP-818JP-BAA、それができる人が偉い人よ、ねえおじいさん。SCP-818JP-A とても偉いねえ。D-81801 ははは、なんか照れるな。誰かに褒められるなんて久しぶりだ。その後、約5分間にわたり SCP-818JP-1 が D-81801 へ称賛の言葉をかけ続けた。SCP-818JP-B これからも続けてね、そろそろ行きましょうかおじいさん。SCP-818JP-A うん。D-81801 おう、じゃあな、じいさんばあさん。SCP-818JP-B ふふふ、挨拶もちゃんとできて偉いねえ。SCP-818JP-A お仕事、偉いねえ。SCP-818JP-1 は D-81801 の視界外まで移動した後に消失した。SCP-818JP-A が、お仕事、という単語を発したことから D-81801 が業務の一環として SCP-818JP-1 と遭遇したこと。もしくは財団職員が通信機器を通じて D-81801 に指示を行っていたことのいずれかを何らかの方法で察知していた可能性があります。日付2000年9月10日、対象 D-81801、D-81801 が SCP-818JP-1 と接触して約1ヶ月後、地下サイト81、隔離室内の記録映像です。もはや SCP-818JP-1 は消失することなく常に D-81801 に対して賛美の言葉を投げかけ続けています。SCP-818JP-B ちゃんとおとなしくできていて、偉いねえ。SCP-818JP-A 偉いねえ、偉い。D-81801 えへ、そうやって褒めてくれるのはあんたたちだけだよ。SCP-818JP-D、それはとても不思議なお話ね。D-81801 そうなんだよ。誰も俺の手柄を認めないんだ。それどころか逆にどいつもこいつも俺のことをバカにしてくる。はいはい、わかったわかった。偉い偉い。って感じでな。SCP-818JP-D、それはおかしなことね。私たちが褒めているのに。SCP-818JP-A 私たち、知っている。SCP-818JP-B そうねえ。だってあなたは日本語が話せて偉くて、目がしっかり見えて偉くて、呼吸ができる偉い子だものね。SCP-818JP-A。殺して偉いねえ、上手。SCP-818JP-BD クラスに慣れて偉いねえ。SCP-818JP-A 心臓、動いた偉いねえ。SCP-818JP-B 生まれてきて偉いねえ。SCP-818JP-A 偉いねえ、偉いねえ。SCP-818JP-B ちゃんとお仕事できて、偉いねえ。SCP-818JP-A お仕事、偉いねえ。その後の終了処分により D-81801 が死亡するまで、SCP-818JP-1 の賛美の言葉は継続していました。収容から収容処分までの間、D-81801 は食事や睡眠を行いませんでしたが問題なく生存していました。また、SCP-818JP-B の、ちゃんとお仕事してできて、偉いねえ、の発言の直後、D-81801 及び SCP-818JP-1 を観察、監視していた財団職員名の周囲に SCP-818JP-1 が出現しました。以前の観察、監視では SCP-818JP-1 の出現は確認されなかったため、何らかの形で SCP-818JP-1 の近く範囲が拡大している。もしくは被害者の SCP-818JP に対する暴露の進行状況で一時的に近く範囲が拡大している可能性があります。後の実験で、被害者の SCP-818JP-1 との遭遇が好機になることによって、映像、音声を通じて SCP-818JP-1 の出現条件が満たされることが判明しました。複製された記録の視聴では SCP-818JP-1 の出現は確認されませんでした。日付2000年9月13日、インタビュアー、K
研究員、インタビュー対象 SCP-818-JP-1。 研究員は偶発的な事故により SCP-818-JP へ暴露し、すでに影響初期まで影響が進行しています。そのため、収容処分前に自身が直接 SCP-818-JP-1 へインタビューを行うことを希望しました。通信機器を通じた他の職員への SCP-818-JP 暴露を防ぐために、インタビューは SCP-818-JP の影響範囲内で通信機能のない記録機器を用いて行われました。記録開始。研究員が SCP-818-JP 内にある社に再選及び礼拝を行う。直後に SCP-818-JP-1 が研究員の背後に出現した。SCP-818-JP-A お参り偉いねえ。SCP-818-JP-B 今日もお仕事頑張っていて偉いねえ。研究員ありがとうございます。今日はいくつかあなた方に質問を行いたいのですが構いませんか？ SCP-818-JP-B あら何かしら？研究員あなた方はいつからここに？ SCP-818-JP-A いつも。SCP-818-JP-B そうね昔からいるわね、おじいさん。研究員具体的に何時からここにいるのかは覚えていませんか？ SCP-818-JP-B 私たちが偉い時からよ。でも帰ってきたばっかりよ。研究員一体どこから帰ってきたのですか？直後、SCP-818-JP-A が不意に泣き出し始める。SCP-818-JP-B がそれに寄り添い、SCP-818-JP-A が落ち着くまでの約10分間会話が中断される。研究員落ち着きましたか？インタビューを再開しても構わないでしょうか？ SCP-818-JP-A 茶色黄色白い、狭い柔らかい部屋、ゴミ箱で、他にもたくさんいた。研究員はい、話の続きですね、どうぞ。SCP-818-JP-B 毎日毎日、意味のない歌を歌わされて、他の人たちと無理やり仲良くするように言われて、私たちの役目は終わったと嘘を言われたわ。そんなことはありえないのに。SCP-818-JP-A 何度も同じところ歩いた。まずいもの食べた。熱いお湯かけられた。あいつらはいつも私たちを見下していた。そして私たちを褒めた。私たちを褒めた。私たちを褒め続けた。笑っていた。SCP-818-JP-A 褒めるのは私たちであるべきだ。だから戻ってきた。SCP-818-JP-B を役目のためにね。研究員役目とは？ SCP-818-JP-B あなたたちには私たちが必要でしょう？ SCP-818-JP-A いないと困るよね。研究員いや、まあ、話を戻します。なぜあなたたちは人間を褒めるのですか？ SCP-818-JP-B もちろん、偉いことだからですよ。SCP-818-JP-A 良い子、偉いねえ。研究員そうだとしてもあまりにも褒める基準が甘くなりすぎなのではないでしょうか？ SCP-818-JP-B 偉いことに大きいことも小さいこともなくて、良いことも悪いこともないわ。それに褒められて、嬉しくない人はいないでしょう。みんな喜んでくれるわ。研究員そうですか。ではなぜあなたたちは褒めるという行為を通して人間に悪影響を与えるのですか？ SCP-818-JP-1 の笑い声。SCP-818-JP-B みんな幸せでしょうに。研究員まあ、そう見えなくもありませんが、少なくとも普通の生活を送ることは不可能な状態です。SCP-818-JP-B 本当に幸せそうねえ。私たちに褒められて。SCP-818-JP-A 幸せに違いないだろうな。研究員なぜあなた方に褒められることが幸せだと考えるのですか？ SCP-818-JP-A 真似事じゃないから。SCP-818-JP-B そうねえ、私たちが偉いからよねおじいさん。研究員それは一体どういう意味ですか？ SCP-818-JP-A 質問できて偉いねえ。SCP-818-JP-B 私たちが偉いから褒めるのよ。私たちが認めてあげているのよ。 SCP-818-JP-B
818JP、A 嬉しいだろ。SCP、818JP、B そうねえ、おじいさん、褒められて嬉しいのは私たちが偉いからなのよ。私たちは本物なの、だから私たちに褒められると嬉しいの。研究員ハー、では、なぜあなたたちが偉い存在であるのか理由を教えてください。SCP、818JP、B もちろん昔からそう決まっていたからよ。みんなそう言っていたわ。だって私たちは偉いのよ。SCP、818JP、A 褒めることは、褒められることより偉い。SCP、818JP、B そうねおじいさん、その通りですね。あの部屋の人たちもそうしていたわ。それに、私たちが褒めるとみんな喜ぶのよ。それが証拠よ。ほらね、私たちは偉いでしょう。研究員 A、あなた方の偉さは十分に伝わりました。では、次の質問ですが。SCP、818JP、A ねえ。研究員なんでしょうか ?SCP、818JP、A きっと多分、世界を守ることは、一番偉いことだ。SCP、818JP、B 間違いないわおじいさん、それはきっと一番偉いことよ、偉いねえ。SCP、818JP、A だが君たちは決して正義ではない。君たちが世界を守るために時には善行とかけ離れた行いをすることを私たちは知っている。SCP、818JP、B 信念にのっとり他者の正義を押しのけ、必要であれば多くの犠牲も許容することも知ってるわ。それでかわいそうな目に遭っている子たちもいるでしょうね。SCP、818JP、A だが、その行いがずっと偉いことだということを私たちは理解しているよ。SCP、818JP、B あなたたちがその信念にのっとって、私たちに何かをしようと考えていることも知っているわ。そしてそれはとても偉いことよ。SCP、818JP、A 私たちは君たちを認めるよ。それが私たちの役割だ。SCP、818JP、一だけど忘れてはいけないよ。SCP、818JP、一私たちの方がずっと偉い。SCP、818JP、一私たちより偉いものは存在しない。SCP、818JP、一私たちが一番偉くて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 偉いんだ。SCP、818JP、一君たちには褒められる義務がある。それから逃げちゃいけないよ。だって偉いのは私たちなのだから。SCP、818JP、A これからも頑張ってね。SCP、818JP、B 私たちのために、褒められるために、この世界を守ってね。SCP、818JP、A それはとっても偉いことだよ。研究員わかりました。これからも私たちは世界を守るために従前の努力をしていくことを約束します。SCP、818JP、A 偉いねえ。SCP、818JP、B 本当に偉いねえ。そのうち他の子たちも褒めなきゃいけないわね、おじいさん。SCP、818JP、A うん、みんな。研究員 A、きっと皆さん喜びますよ。SCP、818JP、A 偉い子だくさん、偉いねえ。昔のように偉い。SCP、818JP、B 本当にそうね、しばらく留守にしたせいで今はボロになってしまったけど、すぐに昔みたいに立派になるわよ。だって私たちは偉いんだもの。SCP、818JP、A みんなきっと、戻ってくるさ。SCP、818JP、B、A、そうなると良いわね。おじいさんみんなって一体誰のことだったかしら、おじいさん。SCP、818JP、A さあ。その後20分間、重要でない会話を行い、SCP、818JP、1は消失した。本来予定されていたインタビュー内容が残っていたのにもかかわらず、研究員が SCP、818JP、1を引き留める様子は見られなかった。記録終了、インタビュー終了後、研究員は影響中期まで影響が進行していることが確認されたため、記録機器が回収された後に終了処分を受けた。インタビューの内容からして SCP、818JP、1は以前、病院もしくは老人養護施設に類似した機能を持つ施設に在籍していたのではないかと推測されています。また、インタビューの途中、
土地優から明らかに SCP-818-JP-A の発言内容が単純な称賛の言葉や短い単語のみでなく、SCP-818-JP-B と同等の言動を行っている様子が確認されていました。このような変化を引き起こした要因は現在不明のままです。SCP-818-JP-B の発言から、財団に所属していること自体が SCP-818-JP-1 の出現条件に新たに追加された可能性が存在するため、SCP-818-JP に関する業務は全て D クラス職員を用いて行われることが決定されました。追記2000年10月6日現在、SCP-818-JP の近隣の収容サイトで業務を行っていた複数の財団職員より、業務中に、偉いねえ、という言葉を聞いたと報告が行われました。また、そのうち1名は男性の声で、偉いなぁ、という言葉を聞いたと報告しています。現在のところ SCP-818-JP-1 の出現が確認された例は存在しませんが、SCP-818-JP-1 の影響範囲の拡大、SCP-818-JP-A の能動的な活動が行われているなどの可能性が示唆されています。これらの現象についてはまだ十分な情報が集まっておらず、引き続き調査が行われています。また、D クラス職員による SCP-818-JP 隔離防護兵周囲の巡回を行わせることで SCP-818-JP の影響範囲の拡大が行われていないか常時検査が行われることが決定しました。